はい、ここではですね、ロジック上でのコピー、そしてループの解説を行いたいと思います。まずですね、下ギターのリフが入っているんですけども、例えばこれにドラムを合わせたいと言った時ですね、聞いていただくと、はい、ドラムの小節が足りないためにここは無音になってしまいますね。これをコピーする方法は数通りありまして、まず一つはですね、このコピーしたいものを選択してコマンド C、そしてコピーしたものを貼り付けたいところにカーソルを持っていく。今です2小節目ですね。このようにして、そしてコマンド V と。はい、ここで注意点ですね。なぜ今これ下にコピーされたかと言いますと、このトラックを選択してるからですね。このようにですね、必ずコピーさせたいトラックを選択して、そして指定をしてコマンド V。こんな感じでコピーができます。もちろんこの方法でもいいんですけども、もっとおすすめのコピー方法がありますね。それがどういうものかと言いますと、オプションを押して移動ですね。例えばただの移動ですと、こういう風にですね、もともとあったものがなくなるんですけども、この際にですね、オプションキーを添えながら移動すると。で、これ離した瞬間にオプションキーを押していることがポイントですね。こういった形。ですので、最初はオプションを押す必要がありません。あくまでこう離すときにオプションキーを押しているというのが条件となります。で、このコピー方法は非常に便利で、例えばですね、複数このようにして選んでしまうと。で、このままオプションを押しながらですね、持っていくと、こんな感じで簡単に複製が取れてしまうと。これがおそらく DTM で最も使うコピー方法かと思うんですけども、このオプション移動はですね、このピアノロールの中でもできます。例えばですね、このパターンを次に持っていきたい。持っていきたいものをですね、このようにまず選んで移動させると。そして話すときにオプションキーを押しながら話すと、こんな感じで簡単にコピーができます。今ですね、ドラムループを効率的に作るにあたって、ループというものも解説しております。このループなんですけども、このリージョンありますよね。この右上にカーソルを持っていっていただくとですね、このようにですね、アイコンが変わります。これをですね、クリックしたままドラッグすると、好きなところまでですね、このようにループをすることができると。これでですね、サイズはバッチリだと思います。あくまでこのループはですね、元々のものの分身となります。元々のものを変えるとですね、次の小節のですね、ループ内容も変わってくれるといった形ですね。ということはこのようにですね、ループさせながら、こういった形で2小節目にもこれが反映されているのが確認できるかと思います。これはですね、非常に便利ですので必ず覚えるようにしてください。そしてこのループをですね、最後まで伸ばしたいなんていう時はショートカットがありまして、この選択した後にですね、L キーですね、ループの L と覚えるといいと思います。そうするとですね、楽曲の最後までこのループが続きます。下も同じようなことができますね。で、さらにですね、L キーを押すと、このループが解除されます。同じようにこういうふうにやるんですね。例えば前の1小節にはですね、何か違うものを入れたいと。でもこうした時にですね、ループの特性上、次の小節にも入ってしまいます。これが困るときはですね、これらをバラバラに独立させることができますね。これはですね、この独立させたいものを選択して、コントロール L キーですね、押してみますと、こんな感じになります。今までループだったところがですね、それぞれ独立するといった形となります。そして今ですと、このシンバルは外しておきたいなどいうことができますので、これもですね、合わせて覚えておいてください。これがですね、編集の基本作業のコピーとループになります。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。